こんにちは、こんばんは、どうもかむです。ということですね、今回なんですけども、久しぶりのですね、クレートですね、これちょっと紹介していこうかなと思います。ナイトスリラークレートということでですね、見てください。フルムーンのこのエコーですね。いや、俺ね、ちょっと考えたんですよ、このクレートが出た瞬間に。ね、結構お金もかかるし、どうしようかなと思ったんですけど、ディアルフェネック。ね、ディアルフェネックに今ね、多分一番勝てる可能性があるのは、このエコーなんですよね。というのも、近距離めちゃめちゃ強いんですよ、このショットが。なんですけどもね、ちょっとワンチャンこの武器、もうディアルフェネック環境終わらせるんじゃないかと思いまして、今回ちょっとエコー紹介していくのと、このですね、クレート回していこうかなと思います。一応ですね、この AK47 もあります。で、しかもですね、これセラフ、今回ちょっとね、このスキン判定継承やるとかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんね、最後まで見ていってください。ということでね、早速ちょっと5000円分あるので、ちょっとこれ回していくんですけども、いやもう、ね、一発で出てほしいね。いやー、あー、これ、言うてくる、アックスかっこいいね、これ、アックス。アックスより割と好きなんですよ。うん。アックス結構ちょっとかっこいいっていうのはあるんですけども、さあ、ということで、言うて俺、アックスでキルしたこと一回もないからね。これハンドガンっすか？オッケーオッケーオッケー。多分これワンチャン結構かかるんじゃないか説が俺の中では出てるけど、これまず AK47 ですね。まず AK47。これ言うてかっこよくないですか？なんか騎士団みたいな感じですよね。イメージは。とかな。これ50連目か40連目ぐらいだと思うんですけども、ちょっとこれだいと多いね。いやー、それもう、その演出やめる。一回止まる演出やめる、それ。うん。マジ勘違いするから。もう、誰ですか？あなた。いやもうこれでですね、もう1万円課金しましたよ。これおかしくない？ほんと1万円やったらリアルで何できるんですか？ほんとに。うん、多分3日か1週間ぐらいこれ食費いけるよ、これマジで。ちょっと待って、スキンとこれマジでメイン出てないんですけど、これ2つ。ちょっと待って。ちょっと待って、いいっすよ、いいっすよ、それ運営さん、じらさなくても。マジで漏らすから俺、おもらしすらマジで出なさすぎて。オッケーオッケーオッケー、これ、これ真正面から見たらこんな感じになってんのね。そこよ、なんかライオンみたいなね、感じになってるんですけど、まあ、これ。パイレーツオブカリビアンでこんな大砲あったよね、これね。何が出るまで回そうかな、ちょっと。あざっす、梅さん。あざっす、梅さん。今回ちょっと1万円で済みましたね。誰、お前。それでは早速、今回入手したスキンの判定継承やっていきたいんですけども、その前ですね、これね、同じキャラクターなんですけども、まぁ、ちょっとこの服装は違うよっていうね、キャラクターをちょっと先に継承してみたい。で、このキャラクターなんですけども、おそらくこのスキン判定が一番ひどいんですよね。ひどいっていうのはどういうことかっていうと、このマントですね、はい、が、ね、これ絶対当たんないと思うんですけど、当たるんですよね。これおかしくないですか？ほら。これね、普通にこれ体の判定ないのに、ここでも当たってしまうと。こいつなかなかひどいんですよね。一方なんですけども、今回入手したスキンの判定検証やりましょうか。ね、これマント、当たんのかな？これ言うて、これ言うてね、多分ね、当たん、あーでも当たんのか？これひどいな。これ。でも、まあでも言うてね、まあでもね、言うてこの最適化されてる感じはありますよね。でもこれ脇とかちょっとどうなんすかね。でも言うて、でもこれ当たんのかな？これ。無理か。当たりますね、これ。で、帽子は、こんな感じと。まあここはスキルね、さすがに。なんですけども、こっちは、当たっちゃうと。というような感じですね。ということでね、早速ニュークタウン、エコーを使っていくんですけども、実はこのエコーね、弱体化来てるんですよね。そう、ダメージ射程距離と弱体が来てるんですけども、その時にこのディアルフェネックがね、まあ安定性強化ということで、まあ今かん、環境荒れてるというような感じなんですけども、本当にこの近距離武器に関してはこいつ一強なんですね。ほら、もう、ハンドガンか、今の。ごめんね、今の。今のちょっとごめんね。今のちょっと騒ぎすぎたもんね。うん。敏感すぎた、ほんとに、ディアルフェネックにね。ちょっと家の中に入っていってね、ちょっと荒らしていきたいね、これ。あそこいるけども、あえてやらない。あえて反応せずに後ろから行く。この立ち回りよ。この立ち回り、オッケー。これが、いや、もう今のね、今のは良くない。今のはマジでエコーが悪い。今のはエコーが悪い。うん。俺は悪くない。嘘です。俺が悪かった。ここに関してはね。なんですが、いやー、射程がゴミくず。射程がマジで俺の、みたいな感じ。ちょっと待って。童貞みたいな下ネタはやめようってね。この前ちょっと視聴者に言われたんで、そういうネタちょっとカメさん封印しましょうか。いますよね、オッケー。もう一人来てる？こっち来てくる？いやはは、ちょ待って。エコーやっぱりこのダメージ射程距離下がってるわ。何がっていうと、やっぱりそのワンショットワンキューできるちょっと範囲がね、短くなってる。うん。ちょっとこのカスタムが悪いっていうのもあるかなと思うんですけれども、こう、お前、角待ちのやつかと思ったよ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ここ落ち着いてないか。爆発で死んでるし、これ。ざまあ見ろ。これ、またですよ、なんかそこ。は？は？なんですか？お前、だからもうかも。バレ、分かってんねやったら来いよ、お前。分かってんねやったら来いよ、お前、マジで。一回回り込む戦法で、行ってるけれども、行ってくれるもらえ。これ、トリップ前ないよな、これ。トリップ前、オッケー。ハイエーサロッツ。ハイエーサロッツ、オッケー、オッケー。さあ、こっちを、登ってくる、多分。ワンチャン登ってくる、これ。でね、トラック周りいると思うんで、一人カット。いや、もう一人けど、あれ行ったら死ぬんですよ、あれ行ったらね、あれ行ったら絶対死ぬと思うんで。よいしょ、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 オッケー。行くよーもうな、もうこの環境にやだ、もう、ギャルフェネックいなくてもう楽しくない。
くないですかこれ本当に。イリロック緊急で絶対怖い。わかったこいつマジで怒るよ本当に。あのね、外役武器っていうか、これアイバーグさんいるじゃないですか海外ね。アイバーグっていう方のその YouTube YouTuber さんがいるんですけど、その方ね、デュアルメネックとか外役武器で下打ちしてたんですよ思いっきり、うん。じゃあその海外の公認実況者も下打ちもう認定してねえと、俺もちょっと下打ちやっていいんじゃないかなと思います。ちょ、NA4で下打ちしようこれは。うん、ちょ来いよ、出てこいよお前マジで。あ、これ、もうまか、これマジで、お前ギリギリで終わるやめろ。なんか言ってるぞマジで。当たんないらしいぞどうやら。ちょ、俺もね、これ使った後にその撮影してるんですけど、マジで当たんないらしいっす。これ、2階にいるな、あいつ。えね、来いよ、お前。いや、お前、デュアルかよ、デュアル。NA4 かって、もうデュアルかよ、それ。来いよ。はい、お疲れ様です。もう一人来るんじゃ、これ。もう一人ワンチャンこれ来そうよね。絶対来ると思う。あ、いいね。お前そんなところでそんなことしてんのいいよ。これ、角待ちバレてるのこれ。たぶん、ほら、これ、レーザーあっても意外とバレないですよ、これ。レーザーあってもね、そう、全然バレないんで。もうなんか、工場みたいなところで、出荷するよ、これ。いや、NA 読むか。こう、お前、味方かと思った。味方やった。OK、ナイス。何もなせないと思うんで、味方に。待って、あー、悪い俺死んだ。助けてみんな。助けて、誰か。視聴者はダメか。死ね、オッケー、いいぞ。ここに、ポチッとな、はいも要塞できた。もう亀要塞できた、これ。ハンドガン、ちょっと。気持ち悪い、マジで、亀さん、気持ち悪い、ほんとに。うん。これはちょっと怒られても文句言えんわ、ほんとに。俺、だってこんなんされたらブチ切れるよ、マジで、絶対。そいつ勝って、いいよ。もう一人でしょ。これ、詰めるか、詰めようか。やっほー、後ろから来るんかい。これ、敵マジで、よう抜けんな、これ。いや、抜けてないっすよね、これ。抜けてないっすよ、これ。よう敵抜けないっすね、これ。中行くね、これ。中。死ねえ、ね、4号。死ねえ、マジで。で、あんまり。はい、お疲れ様です。マジこいつ、デュアルハンドガンやったよね、こいつ。当たったん、こいつ。あのね、今回なんかめちゃめちゃなんか、そう、CP いるらしいんで、割と結構きついっていうのはあるんですが、オッケー、それもカット。これ2回目使うか。こいつは、NA45 じゃないの、オッケー。これでも言うて今回無双撃やってるの、今回。うん。もう、こいつマジでよ。やめてマジで。どんだけマジで。私嫌だ、もうそういうの。来いよ、ビョン。オッケー、いいよ。入るよ。ちょ、さすがに入らしてくれないか、もう。敵も分かってきたよね、マジで。俺よくそん中に入らしたらもう、地獄が始まると。うん。だから言うて俺今回旗からねないけど、全然勝ってる。これ最後に、ピン、オッケー、もう一人やったね、最後。はい、ということで今回はこのエコを使っていったんですけども、どうだったでしょうか。正直言って、こいつしか多分デュアルフェネックに対抗できるね、その近距離武器っていうのはないので、こいつそのデュアルフェネックの環境を崩すんやったら、間違いなくこいつしかないかなと思います。まあ、KRM とかあるんですけども、はっきり言ってその近距離のね、その扱いの難しさとかあるんで、それ誰でも使える初心者でもやっぱりそのデュアルフェネックに打ち勝てる武器かといったら、このエコかなと思います。ということでね、今回はこれで終わっていきたいなと思います。ではね、うまかった、面白かったっていうのが、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。これからも COD モバイルの動画を実況していきますので、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。